JR 山手線の恵比寿駅に乗客のホームからの転落事故を防ぐホームドアが完成し、今日から運用を開始しました。このホームドア、東京メトロの一部の駅などではすでに設置されていますが、 JR の在来線としては初めての導入です。幅2メートルのホームドアは一部がガラス張りとなり、これを窓とすることで足元が見やすくなっていて、電車が到着した時だけ電車のドアと連動して開きます。ホームから転落したり電車と接触する事故は山手線だけで去年1年間に16件起きています。 JR 東日本ではこうしたホームドアの設置によって事故防止に役立つものと期待をかけています。このホームドア、8月下旬には山手線目黒駅にも設置される予定で、 JR 東日本では2017年度までに山手線29のすべての駅に設置したいとしています。